船田美沙夫から1956年5月19日は日本の教育者、婦人活動家である。沢田カメラと共に西微高等女学校を創設し、専務理事、理事長を歴任して同行の基礎を築いた。また、戦前の愛媛県内における婦人活動の草分け的存在としても知られ、愛媛県内の様々な婦人団体の役員を務めている。 1956年、愛媛県の教育界での尽力が評価されて、乱獣報賞を受賞した。兄、白川義則1872年1月13日に、愛媛県松山市屋内町に生まれる。元伊予松山藩の上級藩士であった父、白川親王と母、中の間の4人兄弟の末っ子の長女であった。すぐ上の兄に、陸軍大将となる、白川義則がいる。 父、親王は明治維新後に材目賞で材をなし、白川家はかなり裕福な生活を送ることができた。しかし、親王の事業は次第に行き詰まり、最終的には家屋敷も人手にわたる苦しい生活の中で親王は休止した。白川家の生活は一層苦しくなり、母、中のもとには由緒ある白川家の名を買いたいという申し出も多かったが、中は耳を貸さず、 住み屋や持ち屋を始めて女で一つで生活を支えた。そのような生活の中でも子供たちの教育には力を注ぎ、三沢にもことや舞の稽古を続けさせ、後に日本女子大学創設に関わった三和田子の塾に通わせて漢文や国文を学ばせた。兄の吉則は授業料のかからない陸軍共同団に進み、三沢も1886年に、 愛媛県立市藩学校付属小学校高等科を卒業するとそのまま教員見習いとなった。この時同じ学校で後に夫となる船田金太郎と知り合っている。1891年母と共に兄吉則の認知である広島に移り女学校の教師を務めながら外国人について英語を学んだ。1892年に 伊予鉄道の技師長となっていた、船田金太郎と結婚。当時としては、珍しい恋愛結婚であった。同年、松山幼稚園の保護主任となり、結婚後も教育の仕事を続けた。この頃、沢田裁法伝習所を経営していた、沢田亀と知り合い行き統合している。松山幼稚園では、母の会を設立。1905年には、 清水貞子ら知名人の夫人らと勝山婦人会を結成して母の会を合同させ、同年、三つのマスコの裁縫研究所の経営を勝山婦人会が引き継いで、私立学校令による勝山女学校とした。1907年に清潔明一郎に経営を譲って、一旦勝山女学校を離れ、新たに火星女学会を設立した。1908年、 三沢の火星女学会は、沢田亀の沢田裁縫学校と合同して、愛媛実家女学校となった。さらに1911年には、勝山女学校と合併し、再美高等女学校を設立。専務理事として学校経営にあたり、以後、特に学校施設の拡充のための資金獲得の分野で尽力した。三沢は、地元松山は元より、 関西や東京にも出向いて、遅延、欠延を頼りに寄付を募った。三竿の資金集めには、兄、吉則による応援が大きな後ろ盾となった。最終的に、陸軍大将まで昇進した吉則は、様々な会合に参加して、妹と故郷の教育のために協力を惜しまなかった。歳尾高等女学校以外でも、上の兄二人が生まれつき目が弱かったこともあり。 1906年に松山に盲和学校を作ることになった時にも力を尽くしている。1919年には同年設立された松山高等学校の学生のために、市の公会堂を寮とする交渉を行い、これが成功して、緑寮となると寮母として学生たちの世話に当たった。1901年の愛国婦人会愛媛支部の設置に関わって以降、三沢は、 様々な愛媛県内の婦人団体に関わった。1919年には大阪市で開かれた第一回婦人会、関西連合大会に愛媛県代表として松崎信と共に参加し、翌1920年には愛媛県連合婦人大会と婦人問題研究会を主催。前者は2000人、後者は800人の参加者を集めた。 さらに1921年には400人が参加した四国地方連合婦人大会を主催。1927年には昭和婦人会を結成して会長に就任している。1935年7月13日に国防婦人会松山支部が結成される都市部長に就任。1939年に軍関係者以外の役員を置くことになった。 愛国婦人会愛媛県支部には副本部長として迎えられている。1942年に婦人団体3団体が統合されて、大日本婦人会が発足することになると、愛媛県支部顧問、松山支部長に選任された。大日本婦人会松山支部の結成式では、支部長となった三竿以下の会員が、応答は戦争干水のため高度国防国家の建設に力を尽くし、 モテ戦時下女性の任務を全うせんこと落誓いあった。現在の西美高等学校、西美高等女学校は、松山大空襲で、用務員や生徒が犠牲になり、校舎も大きな被害を受け、終戦後の未散は、学校再建に苦闘することとなる。そんな中の1946年、戦時中の軍国主義的な婦人活動が咎められて、公職追放処分を受け学園を追われた。 しかし、周囲の熱心な運動が実って1948年に公職追放は解除され、再び学園理事長として復帰して、学園の再高に尽力した。1953年からは、松山幼稚園の理事長と園長も兼ねた。1956年、三沢は再び高等学校の入学式に山用をして、出席した。 両脇を支えられながら、壇上に上がったが、壇上に立つと背筋をまっすぐに伸ばし、よどみなく、祝辞を読み上げる姿は、明治女の気骨を感じさせるものだったという。翌日の再微幼稚園での入園式の壇上で、倒れた。5月19日、松山市新緑町の自宅で84歳で死去した。その日は夫、金太郎の命日でもあった。三沢は、 沢田亀谷名校長と称えられた富田昭慶と共に、1901年に一軒の民家から始まった西美学園の基礎を築いた。14歳で教団に立ち、その後70年にわたって教育に携わった美さんは、1950年、教育直後間発40周年記念表彰、教育功労者として愛媛県知事表彰、1953年、 学生発布80周年記念文部大臣賞、1954年愛媛県教育文化賞、1956年ランジュ、法賞などを受賞している。歳美高等女学校では、ミサオ自身がスポーツが好きだったこともあり、生徒に自信と誇りを持たせることを目指して、スポーツに力を入れた。テニスバスケットボール、卓球や陸上の走り高跳び、砲丸投げなどで、 日本一を獲得し、他にも、陸上、バレーボール、体操、ダンスなどで優秀な成績を残し、スポーツサイビの名声を全国にとどろかせた。1956年11月、ミサオをたえる競像が、サイビ学園の玄関前に混流されている。ゆったりとした体つきで姿勢が良く、誰に対しても良い弁で、自分の意見を堂々と述べるミサオは、除血と呼ばれた。 ことや日本が書道に優れ、晩年には農学や洋曲もたしなむなど趣味が広く話題が豊富だった。ミサオの周りには多くの人が集まり、そうした人たちからはおばさんと呼ばれた。夫の金太郎とは当時としては珍しい恋愛結婚で、夫婦仲もよく幸福な家庭生活であったという。結婚当初はなかなか子供ができなかったため老いの、明を養子としたが、 その後夫妻には、じ、娘の君が生まれている。夫の金太郎とは1917年に、死別している。ミサオは、資金集めをはじめとする、学校経営に手腕を発揮したが、その方あら家庭科の教師としても教壇に立ち続けた。母親の育て方で、子供の人格は決まるという信念で教えるミサオの、授業は、厳しくも親しみやすく、 わかりやすい講義として生徒から好評であった。明治末から戦前の愛媛県の婦人活動の中心的な存在ではあったが、婦人参戦運動には批判的であった。1928年に海南新聞社が市川夫妻や竹智美よこらを招いて開催した婦人参政権問題座談会では、市川の要望した不戦獲得同盟松山支部の設立に、 愛国婦人会愛媛支部の竹田春江と婦人教風会松山支部の野本千代らが積極的であったのに対して、三沢は時期尚早と主張している。ありがとうございます。